皆さんこんにちは、大樹です。明日はコラボ講演会で教える人のためのアドラーコーチングというテーマなんですけどね、一緒に、講演する人が、まあ、カリスマ小学校教師みたいな、人で、まあ、そのおかげもあって、小学校の先生たちがね結構、たくさん聞きに来てくれるということで楽しみなんですけどね、まあ、僕も一応コーチなので、ね、教えるためのコーチング、そもそも教える目的ね、なんかこの先生たちが集まってきて我々は何のために教えるんだろうかと、いうことを一緒に考えたいなと思ってね。でたまたまね、そうだ、教育基本法には何て書いてあるんだろうと思ってね、で教育基本法の全文というのにね目を通してみたら素晴らしかったんだよね。ちょっと読んでみますね。我々日本国民はたゆまぬ努力によって築いてきた民主的で文化的な国家をさらに発展させるとともに世界の平和と人類の福祉の向上に貢献することを願うものである。いいよね。民主的って結局ね一人一人を大切にしてね、で一緒に話し合いながら協力して作っていこうだしね、でまあそれをさらに発展させていこう、で日本だけじゃなくてね世界の平和とか人類の福祉に貢献、していこうと、まあ思ってるんじゃないかと。そして我々はこの理想を実現するために個人の尊厳を重んじ、真理と正義を希求し、公共の精神を尊び、豊かな人間性と創造性を備えた人間の育成を期するとともに、素晴らしいね、で伝統を継承し新しい文化の創造を目指す教育を推進する、ブラボーということで、いやこれ本当にね、僕もそのアドラー心理学だとかそれからコーチングだとかをなんで伝えてるかって言ったらね、まあほぼほぼなんか今のこの考え方に近い、ものを目指してやってるんだなと思ってね、非常に、いいなと思いましたけれどもね、個人の尊厳ね、一人一人を大切に思いながらね、その人の考え方とかやり方ね大切にしながらね、で公共の精神、やっぱりこのみんなで生きていくこの地球空間ですからね、お互い気持ちよく生きられるようにね、配慮し合ったりとか、そして助け合ったりとかってできたらいいなということだしね、そして豊かな人間性と創造性を備えたね、やっぱりそういうなんか人間がいるからこの幸せに発展していくっていうことになるんじゃないかとね、もうまさにこの通りだというふうに、思ってね、でやっぱりこういう精神で、コーチングも伝えていきたいし、何かねこういうこの人材がどんどん生まれて、で幸せな世の中になっていくのをサポートしていきたいななんていうね、思いを、新たにしましたと、いうことで、明日もね、その思いに基づいて先生方と頑張ってみたいというふうに思ってます。今日はここまで。それではまた。